だなんだこれおい。はい。読んでよ。ああこれですか。サボるなよ。なんだこれおいとね叫びたくなるような募集をしております。文書の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。あのね、安田さんね、はい、すぐ本番中なんだからね、休まないでよ。コーナー説明あると思うよ。中田文雄のビバリーヒルズみたいに途中でハロー千葉が入るわけじゃないんだから、途中で休んでダメだよ。さすが詳しいですね。ずっと自分たちでやるんだからね。ラジオネーム三平。はい。アイプチのプロフェッショナルこと、辻のぞみさんが、子供服のブランダを立ち上げたらしく、ブログで意気込みを語ってやがりました。この度子供服ブランドを立ち上げることになりました。ブランド名はサルルです。着やすく可愛くかっこよく子供らしく元気にパワフルにをモットーに頑張ります。しょうもないミニモニの分際で金ばっか儲けやがってよ。センスゼロのヤンママが作った子供服なんて誰が買うか。おい、ただです、ただでご近所さんに配れ。やっぱってんのかなこの人は。そうか、そうかな。うん、俺が聞いたことある時とコーナーが感じが変わってるね。変わってるね、うんうん。あいつこんなこと言ってましたよってコーナーあったと思うんですけど。あったんです。ほとんど一緒で一緒です。いつの間にかほとんど一緒になってきたんですけどね。大丈夫、騙しやすけし、はい。歌を出しては見たものの、さっぱり売れなかったため。ホテルから男と出てくるところを報じてもらい、やりまんとしててこ入れした北野キーちゃんのブログより。今日は早朝から撮影をしております。初日というものはなかなか眠れないものです。13歳からずっとそう変わらない。映画とかドラマとか関係なく初日は緊張します。30分しか眠れなかった。ああ何してるんだろう。枕に顔をうずめても心臓がドクドクしてうるさくて眠れなかった。おい中途半端美人、寝てない自慢してんじゃねえよ。なんか別のことをしてて寝れなかったんじゃねえか。おい本当に何してたんだ、正直に言いなさい。そしたらおじさんの股間もドクドク脈打つことになるから。あれなんかイカ臭い液体が出てきちゃったぞ。なんだこれ、おいな。ゲスだな。ゲスだな。クソだな。クソだな。今、楽天と巨人が死闘を繰り広げてる裏で、クソみたいなラジオ、今、私はやっております。ゲスだわ。あげとこ。あげてんじゃねえよ。ラストぐらいかな。今日はちょっと時間がないんでね。はい。ラジオの三平。タルドル体型の中島智子さんがクソ映画裸の美奈子の試写会に登場し、問題の女性占い師について語っていました。今は彼女と一緒に住んではいませんが、仕事は手伝ってもらってます。おい占いババア、いい加減中島さんから離れろ。地位も名誉も金も美貌も根こそぎ吸い上げやがって、このすっぽんババア、神田宇野の専属占い師になって仕事辞めさせてくれ。なんかおい天才かよ。いい作戦だなお前。あげちゃうよパン。以上です。続いてはなんだこれおい、なんだこれおいですね、はい。こちらなんだこれおいはですね、なんだこれおいと叫びたくなるようなことを募集しております、はい。文章の最後はなんだこれ多いと締めるのがルールでございます。ラジオネームダッヒー、はい。今月11日、うん、化粧品会社が美肌剣グランプリ、美肌の剣ですね、はい、美肌剣グランプリを発表していました。1位から順に島根、石川、高知、うん、富山、山形とのことです、うん。なんかパッとしねえなぁ。なんだこれ多いそんなことないでしょ。そんなことねえだろ。そうですよ、うん、石川、高知、富山や、ちょっと島根が入ってるのがあれなんだろう多分。あなんかへあ地味な感じがするんでしょう、うん。石川県って金沢とかねあるし、高知は高知でもあれだし、富山も、うん、なんかみんな水がきれいね。山形もそうだし、うん、よそし島根だけちょっとあれでしょ、中国地方の方とかちょっとあの東北の方とかは
は綺麗な虫かな、うん、ラジオ三平 AKB48 タイトルが76文字の鬱陶しい新曲を発表、うん、鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの。うるせえキザなバカの妄想でいいだろう。ごちゃごちゃ言ってねえでな、こじはるのヒートテックタイツよこせ。なんだこれおい短くしてくれなんかそういうのをたまにやりたくなるんでしょうね、なんかね、変わった目先のチェックなんかもしもや、もしも野球部の女子マネージャーがドラッカーをみたいなね、それでもしドラみたいな、あんなあったでしょ、タイトル長いやつ、たまにやりたいんでしょこの人たち。鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの。うるせえそう、ね、これメールか、2回目言いたいだけだったでしょいや、メールを読んだだけですから、ね、ラジオネームビビン番長、はい、有吉さん、はい、好感度低い芸人こと金島ダンシングの野郎が後半の最終陳述でこんなことを言ったそうです、うん、自転車を盗むのではなく芸人なら芸を盗んでおけばよかった法廷内シーン泥棒した上に法廷で滑り散らかすなんてとんだクソ野郎です。なんだこれ置いた確かに好感度低い芸人ってことじゃないね、犯罪者芸人、そうです、ね、犯罪者です、そうですよ、ね、もう芸人じゃないですもんね、はい、ラジオネーム三平、はい、市川フルボッコ海老蔵さんがブログの読者からあなたは変態ですかとコメントをされてこんな風に返してやがりました。はい、変態ですとは答えないよね、かっこ笑い、ややアブノーマルです。うるせえと変態、金玉みてえな頭しやがって、つまんねえからブログやめろ、歌舞伎もやめろ、六本木のバーでバイトしろ、なんだこのおいどうしたんだよ今日どうしたんだよ、最近そんな嫌じゃないだろうそうですよね、ラジオネームペケミニ、ちょっと長め、はい、トスポウェブによると、はい、ミノさんの降板やいいとも花丸マーケットの終了により、うん、テレビ業界は今新た、あーこれまさっきのやつ、ようなやつかな、今新たな朝の顔や昼の顔を探しているらしく、うん、ある局のディレクターなる人が次世代情報番組 MC について語ってました、うん、まずフットの後藤だね、うん、彼は司会もうまいしツッコミ力もあるからポスト宮根誠司ってとこかな、で本命は有吉、数字も取れるし、あの一刀両断できるコメントはシニアにも主婦層にも受けるし、彼はポストミノモンタだね。はぁ、この脳なしディレクターふざけんじゃねえぞ。いいか有吉さんはな、朝の顔にも昼の顔にもならねえで、これからもずーっと日曜の夜に芸能人のケツの穴覗いてケチつけるゲスラジオ続けていくんだよ。情報番組の MC なんかやったら真っ先にサンドリが邪魔になるに決まってるじゃねえか有吉さんよ、あんまり日の当たる場所に行かないでくれよ。つまんねえコメントする南の中出し帝王にならないでくれよ。本番中に居眠りして女子アナのケツをむさぼるザギンのバイアグラトカゲになんかならないでおくれよ。有吉さんお願いします、サンドリとゲスナーを見捨てないでください。そこんとこどうなんだこれおいそうですね、やっぱりでもね、はい、いやそれはこのラジオは続けたいですけどね、はいはい、これはそのまあミノさんでいうサンデズバット的に、はい、まあ何ですっけ、ミノさんのラジオね、ラジオ、ね、ラジオありますよね、
あの感じでやっぱこれはずっと続けていきたいですけどね、うん、やっぱりでもやっぱ朝の帯番組やっぱりやって、うん、女子アナのケツをねすごい触りたいし俺だってね朝の帯番組やったからって、うん、ケツ触れないですよ。でこれはほらさた問題になりますよ。このほらペケミニア言ってるけど、うん、日曜の夜に芸能人のケツの穴を覗いてケチつけるゲスラジオって言うけど、はい、やっぱりその毎日朝、うん、女子アナのケツの穴を覗くような番組やりたいです。できませんよ。どの今日もできませんよ。Stay Night Dreamer Live On Air。 なんだこれおい、なんだこれおいと、叫びたくなるようなことを募集しております、うん、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです、うん、ラジオネーム三平お願いします。コミックソング界のラストエンペラー MCAT のボンバヘ野郎が今年2月に発売されたボンバヘッド生誕20周年記念版に続いてボンバヘッド生誕20周年記念版ありがとう編をリリースしやがった模様です。おいお前いい加減しろよ。何遍頭爆発させりゃ気が済むんだ。前回のアカペラバージョンより面白いネタ入ってなかったらアマゾンのレビューでなクソ水にディスってやっからな。なんだこれおいって。今日有吉反省会これやります ね、 そうですね。ちょうど、ボンバヘッドのボトルまた出してたみたいでね。ラジオネーム妖怪 T シャツ男。コーンフレークの王様シスコーンがこんなキャンペーンを始めました。1万名様に図書券500円分プレゼント。箱に入ってれば当たりだよ。ふざけんな、ただのばらまきじゃねえか。定額給付金か。当たったわ、ありがとうな。よし、この図書券で久々にエロ本買うぞ。なんだこれおい。こっちのセリフだ本当に。なんだこれおい。そうなんだ、こんな当たったことないな。銀なら3枚、金なら1枚みたいなやつ、そこでね、ありましたね。銀が1回ぐらい当たったかなぐらいですよ。うん、当たったことないでしょ。あのおもちゃの缶詰とかでしょ。そう。ないね。ないね、当たんないね、当たんね。マラソン完走したら何かもらえるんですか。あの完走メダルをもらいましたよ。完走メダル。うん。嬉しいもんですか。いやまあ別に、まあ、あの悪くはないですね。うん、まあいただけたんだよね。僕前コングランプリのトロフィーもらっちゃったけど。いやそれと比較されたらもうさ全然なんかもう、まあ、そんなに嬉しいわけでもないんだけど。大丈夫、いい、次行って。次行ってじゃねえんだよ。わだかまりは残ってるだろまだ。今日はダッコさんに言えた、またビシッと。なんつったんですか。うちら最近女子会ってなんだよ。ビシッと言ってた。ああそう、ああ今日は決まったよ。決まった、ひるんでたわ。あそう。もう使わないから、もう使わないんだ。いや使うね、あれ気に入ってるから。使うね。ラジオネームゴモラ。有吉さん、毎日ハロウィンの仮装をしている市川海老蔵の野郎がブログにこんなことを書いてあがりました。今日乗ってきた新幹線に台本をどうも忘れてしまったみたい、涙。見つけた方いたら教えてください、涙。うるせえ、知るか。何ブログで呼びかけてんだバカ野郎。歌舞伎のセリフなんてな、もともと何言ってんか分かんねえんだからよ。適当にお経でも唱えてろこのクソ坊主。あすいません、忘れてました。なんでこれおい。忘れんじゃねえよ。もう気持ちよくうるせえって言うコーナーじゃん、もう。これ今日あったな、朝の、あの、うん、FM の番組ちょこっとだけさ、うん、マラソンのやつ出してもらったんだけどさ、うん、もう何回もさ、うるせえって言いたくなるようなのがあった。FM で後で言う放送じゃないと思う。ラジオネーム、三平。はい、俺にないものをすべて持っている生田斗真くんが、モグラの歌という下ネタ満載の主演映画を引っ提げてローマ国際映画祭に登場し、上映終了後こんなことを言ってやがりました。エロは全世界共通、下ネタでお客さんが笑ってくれて嬉しかった、エロは世界を救うと思いました。ふざけんなこの野郎。モテモテの爽やかイケメンが下ネタで笑い取ってんじゃねえぞ。下ネタってのはな、
バカで陰気で気持ち悪いゲス野郎に残された最後の武器なんだよ。それを取り上げられたらもうチンコ出すしかねえだろ。マジでチンコ出すぞこれ。おい、4センチのチンコ出すぞこの野郎。なんだこれ、おい。イケメンの下ネタが許せないっていう、ね、モグラの歌面白いな。読んだことあります？いや、ないです。超バカバカしいんだけど、そう、絵もそんな上手じゃないんだけどエロいんですよ。ラジオネームペケミン、はい、有吉さん、先駆けドボス塾塾長益若翼ちゃんがツイッターでこんなことを言っていました。もう一回読んでいきましょうね。有吉さん、先駆けドブス塾塾長の益若翼ちゃんがツイッターでこんなことを言っていました。気に入ったの2回読むとかやめなさいね。だって俺鼻のあるのバレてるからね、もうね。椅子で交わないさって。ごめんなさい、こんなこと言ってました、はい。この T シャツはユニセックスなんだけど、私はワンピースにしようと思ってまーす。おい、ミルキービッチ、ユニセックスってなんだこれ、おい、口でやるやつか、それとも結論穴でやるやつか、それとも誰とでもセックスしちゃうっていうやつか。えぇ、ー、高すぎる。ツイッターでエロいことつぶやきがあって、このスケベ女がよ、俺にもユニセックスやらせろ。なんだこれ、おい。田舎のおじさんが。バカすぎる。バカなおじさんが出てきちゃって。ユニセックスだよ、こっちでやるやつか。おい、あ。エンジェルあげとこう。エンジェルあげときます。いや、うん。ラジオの三平、不人気バラドル加藤のり子さん40歳が自身の超不人気ブログにこんなことを書いてやがりました。朝起きて洗濯しながらブログを書こうと思って開いたらアクセス人数ゼロ、わーってなって携帯閉じた。人気ブロガー憧れるよね。なんか軽々しく不人気とか言っちゃってすいませんでした。前々からこいつ誰に支持されてんだろうとは思っていましたが、まさかファンゼロ人とは。誰も見ていないブログに毎日投稿し続けるのりこ姉さん、逆にかっけーす。応援してます。俺がファン第1号です。なんだこれ、おい。すごいな、面白いね。でもこれ言えるのが面白いですよね。言えるのは面白いですよね。ラジオネーム、朝や昼また朝や昼また、はい、今最も気の毒な18歳こと川口春奈ちゃんが映画舞台挨拶で、皆様に支えられていると感じていますとファンの温かさに涙したそうです。田舎から出てきてまだ18歳でこんな思いをさせられるなんてかわいそうだよ。俺もドラマ見てないけど今世紀最低記録を作ったらしいから見てみようかな。いや、見ないだろうな。あ、俺がサンタクロースなら春菜ちゃんの枕元に半沢直樹2の台本置いてあげたいよ。なんだこれ、置いて。旦那の彼女でしたっけ、はい、なんかそんなんですよね、うん、かわいそうにね。はい、はい、そうですね。川口春奈ちゃん何も悪くない。川口春奈ちゃんは応援しますよ。そうですね、この番組では応援します、ね、はい、川口春奈ちゃんのことをね、はい、ラジオネームダッヒ、スポニチや東京中日スポーツ新聞に WBC で大活躍した井端選手が巨人入りすることになったと書かれていました、うん、おい嘘だろ、俺の大好きな井端を返せ。これだから巨人は嫌いだ。ついでに巨人好きな安田も嫌いだよ。荒木井端の二遊間が見れないとかどうなってんだよ。落合、そして谷繁、なんだこれ、おい。急におじさんじゃ、またおじさん出てきちゃった。井端のおじさん出てきちゃったからな。球団に送ってよ、もう。ねえ、ラジオのペケミニ、有吉さん、AKB48 のハードストーカーでおなじみ小林よしのり先生がブログで有吉さんのことをベタ褒めしていました。
ロンハーの進路相談にミオリンと島田遥香が出ていた、うん、わしはいつもミオリンがフレッシュレモンネタを貫き通すのをハラハラして見ていたのだが、その信念を有吉弘行が支えてくれた。有吉のミオリンに対する優しさには本当に感動した。あれはわしの感覚にも通じる強者の保護本能である。今回株を上げたのはミオリンよりも有吉弘行だろう。わしは有吉に大変好感を持った。有吉さんよ、あんた大変だな。山田花子のみてえな顔したババアのネットストーカーと小籔一豊みてえな顔したババアのネットストーカーに続き、今度はバナナマンの日村みてえな顔したジジイのネットストーカーかよ。なんでこんなキモい人間ばっか引き寄せちゃうんだあんたは。なんだこれを言って。やめて。サブさん聞いたこの人たちのこと。いるんですよ、こういう人たちが、ツイッター上に。あ、そうなんですか。怖い人たちが。そして、これ、小林よしのり先生も。フライングゲットの先生でしょ。フライングゲットンマンの先生ですよね。さあ、ということで、以上でございます。なんだこれ、おい。はい、なんだこれ、おいと。叫びたくなるようなことを募集しております。うん、文章の最後は、なんだこれ、おいと。締めるのがルールです。なんかこの前あれなんだって教えてもらったけど、なんかまたここでこのリスナーのメール読んでるやつあるじゃん、はいはい、これ、うん、これを俺が言ったみたいにしたニュースが出てたんだって。ああ、はいはいはい、出てましたね、うん、もうすごいね。いやだからもうそうなっちゃったんですよ、なんか知んないけどね、うん、それで俺にダメージがいけばいいだろうなと思ってたのね。なんなんでしょうね、あれ ね捏造ですもんね、単純に、ね、そう、捏造よ、だってああなるとね、うんうん、まあいいけどね、まあ、そう言われた本人がそう怒らないからね、それでね。いや、ラジオの ネタでしょってなっちゃうからね。ラジオネーム、ワギナーマイク。はい。有吉さん。関西の夕方の報道番組、キャストという番組で、新コメンテーターが発表されていたのですが、うん、絵に描いたようなクソみたいな夫人になってやがります。お手柔らかにお願いしますよ、本当に。本当新加入したコメンテーター。はい、月曜、はい、大沢あかね。火曜、三船美香。水曜、小川夏実。木曜、遠藤正造。あぁ、なんやこれ。こんな奴らのコメントなんかいらんちゅうねん。大阪の番組舐めとんのか、我。東でようけ稼いどる連中に新世界のことなんかわかるわけないやろ。なんやねんこれ、おい。だいぶご立腹ですね。なんかね。いや、いい綿棒じゃないですか。本当ですよね。なんやこれ、多いですからね、もうね。ね、ちょっと西の人の言うことですから、まあ、す冗談でしょ。ラジオネーム、ダッヒー。男性にとって許せる元彼の人数はどの程度かという調査を20代から30代の男性500名を対象にアンケート行われたそうです、うん、最も多く集まったのは気にしないという答えであり、全体の 55%、 理由には過去は変えようがないから、それほど魅力のある人を彼女にできたのだから。うるせえ。なんだこのクソつまんねえデータ。イケメンぶって女擁護してんじゃねえぞ。裏でてめえら笑われてんだよ、このやりちんども。なんだこれ、おい。俺が言ったようになってんな、これ。今日もあれですね、気持ちよくうるせえが言えてますね。いいですね、非常にいいですよ、このコーナー。バシバシ来てください、本当に。どんどん行きますよ、本当に。前のめりでもう終わりますよ、番組。逃げ傷なしという。男らしい。ラジオネーム、満腹亭稲荷。はい。インランビッチこと勝間和代のツイッターを見てみると、どうやらなんちゅう軽快かよ。軽快なテンポだな、本当に。インランビッチこと勝間和代のツイッターを見てみると、聞いたら読み直すんじゃないよ、だからツイッターを見てみると、どうやら
携帯ゲーム黒猫のビズというものにハマっているらしく、ツイッターのアップした画像のところが全てゲーム画面になってやがります。おいクソババお前のツイッターのプロフィールが著者著書新聞雑誌などでで経済の立て直し、少子化、男女共同参画、IT の使いこなしなどに意見を出していますってなってんのに、ここんとこゲームの話ばっかじゃねえか。プロフィールを今すぐに携帯ゲーム中毒の熟女ですに変えろ。なんだこれおい。気分先走って最後の方ちょっと甘いじゃない。最初よかった。気持ちが先行っちゃってるぞ。先行っちゃって。徐々に上げていかないと。いきなりトップで入っちゃったね。ラジオネーム共同のドブガエル。ベッキーがツイッターでこんなこと言ってました。ずっと私のパーカーになんか値札シールがついてたようです。私は980円か。そうだよブス。ブスが1000円超えるわけねえだろ。パイ釣りもできねえくせに風俗なめんじゃねえぞ。でもな、天下は600円ぐらいだから天下よりは価値があってよかったな。それと最近妹の宣伝ばっかりしやがってずるいぞ。阿部夏実の妹の阿部あさみはどこ行っちまったんだよ。あの三流ぶり好きだったのになん？あれ阿部あさみの野郎ハロプロだと思ったら鍋プロじゃねえか。鍋プロで松本明子以来のアイドル枠だと。放送禁止用語言って干されたのかな。なんでこれ本人に言ってんの。なんで矛先変わっちゃったの。もうみんな気持ちが乗っちゃって文章がついてこないんですよ。気持ち気持ちのタイプばっかりだからこいつらは。わかるけどね。前向きだわ。ラジオネーム不要義務。勘違いブスの終着点ことキャンキャンが50キロを下回ったメンバーはクビになるというシャビネスというユニットを作ったそうです。知らねえし興味ねえし。というかキャンキャンもこんなクソくだらない茶番ユニットでお茶濁すぐらいなら海老原由里さんの顔やスタイルを下回ったやつらを全員クビにして本物のファッション誌作っとけ。なんだこれおい。気持ちやね。気持ちは乗ってんですけどね、もう後半ちょっと意味がわからないっていうのが多いんですよね。ちょっともうちょっと落ち着きましょうよ。ダダダダって書いてある。そうそうそう、最初の気持ちに任せてもうダダダダダって後半いいや、もうこれおかしい送信って言っちゃってんのよ。最初いいんですけどね。最初ね、最初丁寧って書いてるんだけど、いいんですけどね。大丈夫ね三平。旬を過ぎて人気がなくなってきた小栗旬さんが来年公開予定の実写版ルパン三世でルパン役を演じるらしく、こんなふざけたコメントを出してやがりました。皆さんの中にそれぞれのルパン三世がいると思いますが、若い世代にもリアルルパン世代にも楽しんでいただけるようタイの暑さと戦いつつ頑張ってます。はぁ、クリカンさんの仕事パクっといてはしゃいでんじゃねえぞ。居酒屋のトイレで女の体操を奪うのは大得意ですってか。やかましいわ。お前のだらしねえデカチンに手錠かけて思いっきり引っ張るぞ。なんだこれおい。これもそう。もう後半もよく覚えてない居酒屋のやつとか。クリカンさんのことさらっと出しちゃって出てるけど、本当ですよ。ラジオネーム三平。全国の PTA から目をつけられている泉谷しげるさんが紅白見つけられてないだろ。泉谷さんに関して言えばもう紅白歌合戦記者会見でこんなこと言ってがありました。やめとけ NHK、 少しは考えろ。もっと出たい人がいるんだからよ。31日はすき焼きパーティーがあるんだよ。どうしてくれんだ。ジジイの強がりみっともない。嬉しいくせに。どうせ歌ってる途中にステージから降りて客席走り回ってよ、ギターで審査員ぶん殴るふりしてよ、最後はとびっきりの可愛い笑顔で締めくくるんだろ。バレバレだっつうの。盛大な茶番劇楽しみしてっからな。なんでこれを言うな言うな。パタ言っちゃう。ラジオネームチェーンギャング。大仁田敦史高遠力の焼肉店で無銭飲食。大仁田は4万5000円分の焼肉を平らげ、支払いは
こいつにつけとけと高藤力の写真を押し付けた、うん、さらに帰りがけ店内にあった高藤力の写真を外し有刺鉄線バットに変えて帰宅。おい高藤力、大仁田先生と有刺鉄線爆破マッチ決定だな。なんだこれ、おいしいやだから、いやそれプロレスだよ。いやこれな、急にどうしたんだよお前。プロレスの煽りんじゃねえか、ただの。どうしたんだよこれ。笑っちゃうわ俺もう。ねえ、どうしようかな、うん、これしようか。じゃあラジオのダヒ、うん、チリゲ放浪記ことナオトインティライミがNHK 教育で出演しており、女子高生がグッときたナオトインティライミの歌詞というものを取り上げていました、うん、泣きたくなることもあるけど、ほらいい顔見せて、1秒後奇跡が始まるから。うるせえ。こんな言葉にグッとくるとか、将来の日本大丈夫か。1秒後に奇跡起こったやついるか。おい、いねえだろ。現に俺は今しこってるけど、1秒後しこってても奇跡なんて起きてないぞ。でももし1秒後に全身の力が抜け、俺の息子から練乳が出たら、その時は奇跡だろうな。なんだこれ、おい。じゃあお前だよ。なんだこれ、おいじゃねえ、お前だよ。なんだこれってるんだ。もう、うん、ラストぐらいになるかな。もう一枚、ラジオの三平、秘宝です。人気ナンバーワンアシスタントのっちさんが、うん、日刊現代のウェブインタビューで、うん、マラソンについて熱弁振るってやがりました。あったね。山中湖ハーフマラソンを手始めに、各地のハーフマラソンで経験を積んで、2009年にゴールドコーストのフルマラソンに出場しました。あの時は必死でした。神さんがネットで小出監督のランニングスクールの通信講座を見つけてくれて、それに従って走り込みました。ネタ作りよりも真剣でしたね。のっちに投票しているゲストナーの皆さん、目を覚ましてください。お聞きの通り、このジジイはもはや芸人でもアシスタントでもなく、ただの老いぼれ市民ランナーです。みんなで声を揃えて叫びましょう。なんだこれ、おい。いいと言われようだわ。続いては、なんだこれ、おい。はい、なんだこれ、おいでございます。はい、なんだこれ、おいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後は、なんだこれ、おいで締めるのがルールです。はい、はい、ラジオネーム三平、 TBS の大御所アナウンサー吉川美代子さん54歳がアナウンサーが教える愛される話し方という新書の中で、痛烈に女子アナを批判してやがりました。細い足を誇示するような短いスカートでしゃがむ、行動でキスをする、女子アナはサービス精神旺盛なのでしょうか。タレントのような格好をしたり、漢字を読み間違えたり、放送業界の環境汚染源と言えるかもしれません。原稿の内容を理解しているのかは甚だ疑問です。おい、あやパン、ショーパン、カトパン、ミタパン、よくわかんねえおっかねえババアがなんか言ってるぞ。全員パイパンにしてババパンに謝れ。なんだこれ、おい。ちょっとババパンまで行くんですね。来られるぞ。パイパンでババパンなんですって。あるっすね。ラジオネームゴモラ、有吉さん、ヒット&アウェイこと市川海老蔵の野郎がブログでこんなことを言ってやがりました。11月26日、自動車の免許について、自転車での事故の多さにも驚いた、安全運転をより心がけていこうと思いました。素朴かよ。お前素朴かよ。お前のブログ見てるけどよ、ジム行って仕事行って飯食って子供と遊んでるの繰り返しじゃねえかよ。つまんねえな。たまに違うこと書いたと思ったら免許の更新ってなんだこれ、おい。一緒なんですかね、いいじゃん毎日が、ええ、ラジオネームブヒー童貞と、うん、有吉さん、腐れ芸能ニュースことアメーバスマホニュースの12月13日のニュースが本当にクソです。ふなっしー、中の人の正体は。釈由美子、太ったことを実感。辻のぞみ、4人目について言及。
おいおい、このクソみたいなニュースなんだよ。俺たちが知りたいのはな、小汚ねえキモキャラの中のジジイでも整形女のデブカでもなく、有村架純の生理周期、橋本愛の性感帯、それ以外は全部クソだ。なんだこれ、おい。チャンネルが違うんじゃないですか、そんな。すごいですね、生理周期を知りたい方だ。そうでしょう。あ、そうですか。知りたいですかね。ラジオネームペケミニ。有吉さん、いや、ズル向けストーカイホイホイさん、こんばんは。沢田研二さんや岸辺一徳さんを率いるザ・タイガースがこの度44年ぶりにオリジナルメンバーで復活し、現在その全国ツアーをやっているのですが、そのツアー T シャツがロゴも何もなく、メンバー5人の顔写真だけというデザインで、ネット上で衝撃的すぎると話題になっています。こらこらこら、5人のおじいちゃんの顔写真だけって、こんなもん完全に家じゃねえかバカ野郎。死んだじいちゃん思い出したわ。両手のシワとシワ合わせて幸せなーむーじゃねえんだよ。なんだこれ、俺。T シャツすごいわ、本当に。本当にもう字も何にもないおじさんたち5人の顔写真。へえ、すごい写真です。うわー。昔の、ね、昔のやつと現在のやつとね。面白いわ、いい T シャツ。いいじゃないですか、これ。ねえ、面白いね。はい、ラジオネーム烈風キノコヘッド。12月4日放送怒り浸透で、視聴者参加番組が少なすぎるという投稿からネット番組の話題になり、我らが有吉さんはこうおっしゃられていました。ネットの番組が面白いって言うから見てみるんだけど、下ネタとか人の悪口をピー入れずに言ってるだけなんだよね。それのどこが面白いのかなって、もっともらしく語りやがって。マツコもナツメちゃんも真面目な顔して聞いてたけどな、俺たちゲスナーは騙せねえぞ。それお前のラジオのことじゃねえか。なんだこれ。バレたな。バレましたね、これね。正体が出てきた。なんだこの声は。ふときよしこよ。ふときかい。ふときか。ふときさん出てくるんだよな、ちょこちょこ。確かにね。ラジオネームスリープ。有吉さん、女性向け雑誌ラファーファが3サイズか上から101、90、102というプロポーションのモデルにゆるふわ系ファッションをまとわせてマシュマロ女子と名付けて紹介してやがりました。うるせえデブ、ゆるふわとかマシュマロ女子とか造語のオンパレードじゃねえかバカ雑誌。しかも絶対ただのデブやよ、ブヨブヨホルモン女とか批判されてるはずなのに、いまだに活動する恥さらしのこの豚相当やべえな。ポジティブなデブにファッションとか、まさに豚に真珠じゃねえか。さっさとジャイアント白田と魔女菅原に一瞬で食われて跡形もなく消え去れ。なんだこれ、おい。興奮してる。すごいですね。エンジン全開でしたね、本当に。興奮なさっております。ねえ、どうしようか、ラストぐらいしたいところでございますけどもね。面白そうなるかな。ラジオネームヒロパン。有吉さん、ファッションヘルスモンスターことキャリーパンパムちゃんが FNS 音楽祭に出演する前にツイッターでこんなことを言ってやがりました。人見知りだからアーティスト大集団みたいなの苦手。おい、鼻ペチャ飛ばす。お前、毒物とかいう恥ずかしい雑誌に出てたり、もったいないからとか、わけのわかんねえ歌歌ってるくせに何が人見知りだ、バカ。本当の人見知りってのはな、女の子と話すとき恥ずかしすぎて風俗ネタに逃げたり、仕事終わりで友人と遊ぶこともなく漫画喫茶に直行し、6時間ぐらい引きこもるような人間だけがなれるんだよ。そもそもなんだそのゴテゴテのメイクは。ファンデーション塗りすぎて幽霊みてえじゃねえか。メイクに金かけんならな、そのソケットみてえに反り上がった鼻でも矯正してこい。なんだこれ。すごいなこれ。ブレイク。